はいさーい、はいさーい、はいさーい。今回はですね、こちら、釣り図鑑ですね。夜魚がいるということなんでね、夜魚全然埋まってないんですよ、うん、なのでね、今日は夜魚を埋めます。そしてなんと初心者でも誰でもね、簡単に釣れる仕掛けがあると。今回ね、僕と、ユッシーさん、カメラマンね、カメラマンのユッシーさんで、初心者なんでね、今回はこの誰でも釣れる仕掛けでね、釣り上げたいと思います。こちらの10円おもり、10円くらいで売ってるおもり、3号でしたっけ。3号で、その先につけるのが、こちら、チヌバリなんですね。チヌバリ、これもよく売ってるやつで130円。そう、130円とすごいお手軽なんですよ。130円でもう6回、7回分ぐらいできますね。いけます。に、ワームもう本来ならワームってジグヘッドとかにつけるもんなんですけど、ここはね、あえてチヌバリにつけると。これで釣れるんですか。そうです、これだけで誰でも簡単に釣れます。しかもジグヘッドがあると、こっちにこっちに重りがあるんで、根掛かりしやすいんですよ、針がついてるから。ここだと、ここの重りだと基本この重りが沈んで、針もないから根掛かりしづれと。地面に先につくのが重り。重り、まずこういうことですね。地面が先にちょんってついて、後からワームが落ちてくると。ゆっくりゆっくり落ちていくと。はい、で基本はこれで食ってきます。はい、でこれで食ってこなかったら、また重りを跳ね上げる。パンパン、そうすると重りがパンパンと浮きます。するとこれも連動してパンパンと、そう浮きます。すごすぎだろ、これ。釣れるんですか、こんなの。りっちゃんが疑ってなかなか信じてくれないんで。信じないですね、ちょっと。ここはもう釣って証明するしかないです、ね、実際に証明しますか。実際に釣って、さあ、赤面するのは誰なのか。やっていきましょう。緊張するけど、まあ、やっていきましょう。さあ、一発で釣ったらかっこいいですよ、じゃあ。マジ、はい、じゃあよろしくお願いします。ここからノーカットでお願いします。さあ、第一投フルキャストですね。フルキャストしましたね。で、地面まで落とす。落とす。あ、釣れた。あ、釣れた。え、あ、切られました。切られました。皆さん、パシャンってなって釣れたな。一発で釣れた。うわー、ごめんなさい。え、ワンアクション、ノーアクション、ごめんなさい。落ちパクってやつ。落ちパクつけましたね、今ね。落ちパクってことですよね、今の。落ちパクです。マジで切られました。うわー、切られてる、本当だ。え、そう。やっぱこれ、根掛かりなんじゃないかって思ったあなた、ちょっと俺も思ってます。俺、ずっと思ってました。ダメですよ。ダメですよ、これ。それ、本当に切れてますね。本当に切れてる。糸から切られてしまう。あ、本当だ。はい、先ほどね、切られたんで、また再度ね、10円の重りに、こちらの同じワームですね。はい、投げていきましょう。はい。また落ちパクあるかもしれないですね。さあ、今落としてます。1、2、3、4、5、6、7回で7でピタッて止める、はい、で落とすと。はい、これを5回、だいたい5から7回ぐらい。5から7回。こう魚が食う瞬間って、このアクションしてる時なんですか、それとも落としてる瞬間なんですか。落としてる瞬間が多いです。あ、その時に食うんだ。アクションはあの魚に気づかせるためのアピールして食うタイミングを与える。そうです、そうです。お、魚に気づかせて落としてる時に食わす。おお、来た。マジか、マジ釣れましたよ。おお、本当に釣れた。お、上がってきた、上がってきた、見えるかな。なんだこれ、何色だ。見える。なんだこれ、赤っぽい魚ですね。あげます。おお。あ、本当だ。うん、ゆうちゃんが言ったやつが釣れた。これ念仏ですね。念仏台。念仏台。神田か。こちら。これ食えるんですか。あんまり食べないです、これ。じゃあ今日は逃がしますか。そうですね。たけしがいないんで今日は逃がします。はい、この仕掛けでね、本当に釣れましたね。ただね、それはしんちゃんだから釣れたんですよ。それは。僕は今日ね、誰でも釣れるって来てますから。僕と、ね、あのユッシーさんが釣れて初めてね、誰でも簡単に釣れるっていう釣りですからね。じゃあ僕たちも挑戦しますか。そうですね。じゃあ仕掛け作りましょう。頑張りましょう。はい、まずサルカン、そしてオモリつけて、つけて、でこっちのチヌバリ、これを引っ張るだけでなんと
セットなんですよ、これ。ほら。OK。で、この針に、こうですか？そうですね。で、ここから出せばいいですか？そうですね。これでいいんですか？そうそうそう。本当誰でもできるじゃん。適当じゃん、これ。はい、皆さん、こんな。ワンワン普通のあのミミズみたいなやつでもいいんですか？大丈夫ですよ。うん、これで釣れるのか？いただきます。第一投目。俺初心者なんでね、7回目で釣れたらいいくらいかな。釣りましたで、1、2、3、4、5、あ、ピタッとこっちかで、止める。1、2、あ、来た。あ、根がかりかな。根がかれた。そうし、あ、いや、真上にやっちゃった、変なところに落ちたな。釣れるかな。で、1、2、3、4、5、お、来た。お、来た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 。マジか、2回目で来た。おしおしおし、やった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 、釣れてますね。はい、本当に釣れました皆さん。2回目ですね。2回目ですね。1回目寝かかりしちゃったんで、寝かかりはね、もうどうしようもないです。で、2回目が、1回目が寝かかりか。で、2回目が魚。さあ、早速図鑑の方見ていきましょう。あ、これだ、ほら、ここ尻尾の方、お尻か、腰か、腰の方に黒いのがあるんですよ。で、一緒一緒、ここも一緒、目も一緒、尻尾黒くないけど、まあ、これだろうな、多分。ミスジ、ミスジ赤ヒレイシモチ。名前長すぎだろ、これ。ミスモチでいいかな、じゃあ。ミスモチゲットですね。マックス10センチらしいです。これ何センチぐらい？これで10センチぐらいじゃないですか。お、マックスちっちゃった。やったね。よっしゃ、図鑑埋めていきましょう。マジで釣れたんだが。第1投目。ちょっと投げ方が初心者ですね、まさに。1、2、3、あれ、なんで4、超ぎこちないけど、これで釣れるの待って。で、落とすと、さあ、釣れるのか。おっ、寝かかり、寝かかりですね。寝かかりですね。はい、2回目。回収。あ、来てる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 。おお、来てる。おお、来てる。回収しようとしたら。おお、マジで？来てる来てる来てる。やば。マジで？お、本当だ。ちょっと小さいな。さっきと一緒ですね。2回目。1回目寝かかりで2回目されたと。2回目ですらました。すごい。1、2、3、4、5。来て来てる来てる、あたり来てる。ほらほら。釣れてるんじゃない？釣れてない、釣れてる、釣れた。おお、 ゆっくりですよ。よっしゃ、釣れた釣れた。早い。ちょっとこれ引きあるぞ。お、え、サイズアップ、サイズアップしてるかも。サイズアップしてるな。おおおお、やったやった。あ、あ、あ、やった、図鑑埋まるぞこれ。来た、絶対埋まったよねこれ。これなっ、あっ。これトゲあるな。気をつけて。これ噛まないやつですよね。噛まないです、大丈夫です。すごいな、100円の仕掛けでどんどん釣れる。うっすら出てるんですよこれ。見える？うっすら。ここも出てるんで、多分マックス40なんですねこれ。まだこれ稚魚な、稚魚だから、稚魚ですよね。稚魚だから多分うっすら出てるんじゃないかっていう。で、尻尾もここまで一緒だし、完全一致ですね。これ一緒ですね。これです、これです。ありがとうございます。はい、今度はワームを変更します。こちら、すごいなこれ。このワームで今度は攻めたいと思います。やっぱ水深深いな。深いですね。今日低い方ですよね。今ちょっと結構浅いですね。浅い、引いてきて。引いてるけどね、水深10メートルあるんですよここ。おおお、あ、来た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 、マジ。また巻いてる時に来ましたね今。おお、なんだろう、すごいすごい、なんかめっちゃ低い。
引き強い、引き強い、引き強いっすよ。おまずかユーシーのこの腕力でも引き強いってことは相当やばいぞこれ。さっきと全然違います。え、そんな強一、これ魚種当ててみてください。これはかますじゃない、またいや、これジュゴンですねジュゴンだったら叩かれるだろまずこんな簡単に負けないだろ、うん、まずここにいないだろ絶対。ヌヌ、いや、あ、あら釣ってますわこれ。こいつら横に泳ぐから重たくなるんですよ。そうなんだ、ああだからそれで勘違いしちゃったのか。ということでね、本当に誰でも簡単に釣れる仕掛けでした、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。久々に休日、疲れた体、まぶたをこすって時間は明日か、眠たい真実、今を抑え、 LINE でやり取り、都合流れ見飽きる仲間に変わって一言、調子はどうよ、抜ける街角、足音くぐれば地元で解放、対応力つかにこなままいよ、放送に336腰痛で浸透だんだんよ、ガンガン睡眠たくさんのオパや応援拡散力、する日々感謝、日差しが反射する窓見ればそこらがサンシャイン、開き見てくれる今日もあなたへ、届ける思いは絶えぬ朝まで、何年経っても集まる仲間がいる、踏んだり蹴ったり失敗だらけの思い出、ままならない一緒に入りたい。さあヒット引き強いですか。いや弱い弱いけど今も落ちてる間に食べてきたんで釣れました。面白かったですよ、はい、さすがこの仕掛け最強だわ。かますかもしれない。かます、かます、引きで分かるんですね。引きで分かる。かますじゃなかったら恥ずかしいけどかますかも。ほらさあかますかも、かます説、さあどうなんでしょうか。これでかますだったらなんか細いぞ。嬉しい。お、本当だ、違うぞ。はい、かます、かますだ。すごい、なんでわかるの魚の引きで。全然違うんですよ。すごいぜ。来ました。ちょっと止めてもらっていいですかこれ。はい、はい、停止ボタン押してもらっていいですかこの魚の。あ、かますですね皆さん。わー、ハイサイこれ釣ってねえんだよな、くそー。